バハラーム7世は、サーサン帝国の最後のシャーハーアンシャーである、ヤズデキルド3世の息子。651年のメルブでの父親の死後、バハラームは、サーサン帝国の貴族と共に、党に逃げ、そこで彼と彼の兄弟ペイローズ3世は、東皇帝抗争にアラブとの戦いで支援するように、頼んだ。バハラームは、占領されたイランの領土を、 アラブ人から奪還しようと繰り返したが、成功しなかった。貴族のアルハンがバハラーム7世であると特定する、人もいる。中国の学者によると、その像が、ZH、東官僚のペイローズ3世の像と一緒に建てられた、南米は、アルオハンと同一視される。パフラビ文学のワラムイーワラワンドは、バハラーム7世を指している、可能性がある。バハラームは、 コナン FE の指摘住所で95歳で710年に亡くなった。バハラーム7世の息子であるホスロー王子は中国の情報源でジュールをとして記録され、父親の軍事努力を続けた。しかし、ペルシャへの彼の最初は成功した侵略は結局失敗した。彼はおそらくタバリーが言及したのと同じホスローである。ありがとうございます。